肩巻きしてここで一締めしております。はい、これを下ろしましたら、この延長線上でここまっすぐ行ってますので、ちょっとこう返す感じで引きますと、ここがしっかりと締まりますので、はい、背中の方はそのままで、手前だけを引きますと、ここが緩みませんので、はい、ここでこの上に、はい、三重紐を、はい、この止まったところが真横に来るぐらいの力で、はい、結びます。はい、そうしましたら、はい、手先を、はい、軽く開きまして、はい、これを上に持っていきまして、30センチぐらいの、はい、この手先の幅を作りましたら、はい、ここで、はい、中心持ちましたら、はい、このように輪を3枚作りまして、はい、際から、はい、3本、はい、全部入れ込みまして、はい、2本を手前に引いて、はい、この端をこのように出します。はい、ここで、はい、こんな感じで軽く端と端を持って、はい、このように敷きます。はい、ここは、はい、こんな感じでしてますので、はい、ここ中心から真半分に折って、はい、下1枚だけを広げまして、はい、ぐーっと折りましたら、はい、だいたいこれをこのように返しますので、はい、ここで一つタックを取ります。はい、中心で今折ってある半分のところで、ここでタックを取りましたら、はい、この上端きれいにしっかり引きます。下も引きまして、ここで1本目の、はい、ゴムに、はい、このように入れ込みます。そうしましたら、この端を、はい、背中につけまして、はい、これ上にこう持ち上げて、しっかりとこの際を、はい、上に上げまして、はい、こんな感じしましたら、はい、ちょっとここで止めておきます。はい、同じように、はい、ここからだいたいこの方の肩山の長さですので、20センチぐらいこの中心から取りまして、はい、そこから、はい、この下に半分の1枚返しまして、はい、こんな感じになりますので、はい、2本目のゴムを1本目の下からこう出しまして、はい、ここに入れ込みます。はい、そうしましたら、はい、背中の方の端を、はい、左にしっかりと引きます。はい、それしますと、この端がきれいに、はい、揃いますので、この幅とこの幅が、はい、同じ状態になりましたら、はい、ここも、はい、揃えまして、はい、こんな感じを作ります。
はい、そうしましたらここに枕を乗せますので、はい、左の方は、はい、際から上に上げて、はい、右もこの際を上げた状態で少し下がります。はい、こんな感じを、はい、作りましたら、はい、枕を背中にしっかりつけて、はい、枕を背中につけましたら、はい、で結んでおきます。はい、そうしましたら、はい、このように枕をくるみます。はい、これで、はい、ここに斜めに下がった、はい、状態の上に先ほど作ったこの羽が、はい、こんな感じで、はい、右に下がります。はい、そうしましたらここで、はい、この下で、はい、垂れ先を、はい、ここに持っていきましたら、はい、この先で、はい、左の先にこのような羽を作りましたら、はい、3本目の、はい、ゴム下から入れまして、はい、ここで開きますと、はい、この羽と、はい、重なりますので、はい、この先は、はい、ここの中心にこれが入ります。はい、そうしましたら、はい、このまま自然にできた、はい、このひだを、きれいに、はい、ひだを伸ばしまして、はい、この中に、はい、帯締めを通しましたら、はい、このひだを壊さないように、はい、ここで帯締めをしっかり持ちまして、はい、こっちきれいにこう折ってる状態になりますと三角の感じができますので、はい、このまま、はい、自然に、はい、布目を通して、はい、ここにこう入ります。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、この輪に、はい、指をかけて、はい、中をしっかりこうほんの1センチほど折られる感じにして、はい、中を引きますと、はい、こちらも、はい、ここに指かけて、はい、中を引き出しますと、はい、こんな感じで終わります。はい、ちょっと羽はこのように浮かす感じが、はい、で
現代的だと思いますので、はい、こんな感じで